いやでもね、あの引き続き、まあ、クラファンの話すると、はい、引き続きなんかあのやってるじゃないですか。そうやってます。1億円を目指して、はい、今どういうあれなんですか、あの分かんないけどちょっと見たいんですけど、あの、前回だから7000万近く ね、 ね、あの皆さんからあのご支援いただいたんで、はい、まあ、次も、まあ、そのあのお金は本当にむちゃくちゃありがたいことなんですけど、はい、まあ、ただ現実的な話をするとあれだけでもやっぱり全然足りてない、はい、足りてないというかそのまだまだこの先継続的に続けていくには、はい、今 の、 その5000人上限も変わらないですし、うん、あの劇的に何か良くなってるわけではないので、はい、まあ、変わらずにチーム代表もやらせていただいて、はい、あのこのライジンがね、あの継続的に続けられるように、はい、ちょっと頑張っていくようにまあやってるところですね。いや、なんかまたなんか面白いっていうか、なんかちょっと突っ込まれるようなぜひリターンを出してほしいです。次は普通のリターンじゃないですか。いやでもあの、いやで今回9月の、大会が発表されて、はい、ここにもあのヨギボーさんが、はい、僕ヨギボーさんに関連ついていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕はあの全くそういうのに興味がなくて、はい、全く知らなくて、もう買ってくださいよ。何言ってるんですか。いや今回初めて、うん、すごい、あの、まあ、すごいなんかソファーというかこういうのがね、はい、すごいなんか人気のブランドだって聞いてありがたい話だと。でこのご時世で大会に冠ついていただくと本当にないですからね、うん、本当ありがたい話ですね、うん、ありがたいありがたい本当ありがたい。なんであので、9月大会はすごく、はい、あのチケットもすごい即日っていうんですか、分かんないけど、まあ、5000枚ですからね、うん、そうか、うん、そうですね、そうか。でもこれ以上やっぱりさっきこの間のバラさんの記者会見ではなんかこれ以上増やせないみたいな、やっぱ増やせないです、政府の方からのね、あれで、あの、うん、国の方針、結局国はこうすべきですよっていう言い方しかしないんで、うん、あのいわゆるすごいすごくふわっとした、はい、あの、まあ、なんふわっとしたこうあの話しかしないわけです、はい、で、各自治体で判断してくださいということなんですよ。要は責任取りたくないですよ、誰も。確かに、うん、なるほど。で県に、埼玉県に降りてきて、埼玉県も、国としては、まあ、一応徐々に解除していっていいですよっていう大まかな指針は示しましたけど、うん、あとの細かい判断は埼玉県してくださいねってなった時に、うん、埼玉スーパーアリーナは、まあ、格闘技はですね、はい、格闘技は、まあ、大きな声で叫ぶイベントでしょと、うん、なるほど、実際みんなマスクしてるんでそんなことないんですけど、うん、まあ、これまでの印象も含めてそういうイベントだっていうこともそうだし、埼玉スーパーアリーナでやる本当に久しぶりの、うん、あの皆さん最後のイベントなんで、いきなりそれを1万人とか、それは無茶でしょ。なるほど。まず一発目927に関してはこれまで通り5000人のままでしてねと、うん、まあ、慎重にこう徐々に増やしていきましょうっていうのが、まあ、埼玉県としての判断、まあね、まあまあまっとうだけどね。いや、まあ、そうですね。まっとうだけどな、ちょっとね、まあ、そうやって言われちゃうと僕らも、はい、分かりましたって言ってましたね、うん、そうだよね、関係ないとかね、言えたらいいですけど言えないので、本当ですね。少々です。そうか。え、笹原さんはこの5000人は一気に行くっていうのは想定内っていうかですか。いやいや、あの、もうちょっと前の時点で増えるんじゃないかみたいな話があったんで、ああ増やせるかなっていう、ああ、期待はありましたよ。なるほど、うん、あ、でそれもそうだし、あとその今回即日というか結構早く完売した、枚数が、枚数、これは想定内ですか。いや、ね、思った以上にやっぱり、いや想定ないというか、まあ、想定外に近いですけれども、はい、僕が想像した以上に、天心浩司っていうカードの熱があったなと思います、はい、そうですね、うん、天心浩司のカードの熱です、間違いなく。それは感じました。浩司軍団っていうのが今回何千人ぐらいいるんですか。いや、まあ、1000人なのか2000人なのか分かんないですけど、結局ですね、はい、当然浩司君、浩司選手すごいチケット売る選手なんですけども、はい、あの彼もそうですし、彼が売ってることもそうですけれども、あの天心浩司発表した時に、笹原窓口でチケット買っていただく方もたくさんいらっしゃるんですよ、はい、そういう人からむちゃむちゃ問い合わせ来たんですよ。うーん、あの9人ならチケット買えませんか。うーん、今までだったら例えば SRS2 枚ですとか言ってた人が、はいはい、SRS20 枚お願いしますとか、10万お願いしますみたいな感じで、オーダーの数も多かったですし、あと高額研修のオーダーも多かったですし、でそれがあの1人2人とかじゃなくて結構来たんですよ。でそれでやっぱりこのカードがやっぱそういうふうにこう見たいというかね、
思わせる、多分そういう熱があるんだろうなと。そしたら案の定ね、はいはい、あっという間にバーッとこうね、うん、売り切れたというか。だからじゃあ天使にとってはもちろんあのホームに近いというかホームだと思うんですけど、もしかしたらね、なんかビジターみたいなノリになるかもしれないじゃないですか。個人軍団もね。ねえ、どこまでいるのか、そこだけはちょっと、そのね、もちろん勝敗を一番見るんですけど、どういうムードなのかなっていうのはちょっと楽しみだな。あの、ライジンファンってどっちかっていうと、まだ工事軍団認めてないと思うんですよね。わかんないしね、見たことないから。まだ認めてないんですよ、あの空気は。横浜大会でね、リングに挨拶してもらいましたけども、はい、多分浩二選手本人からすると、なんか俺全然なんか、うん、えらい冷たい空気だなと思ったと思うんですよね。格闘技ファンって MMA ファンはまだ浩二選手のことをこうある意味まだ浩二はウィーアーラジンじゃない。まあそうね。言ったらお前が言うなっていうぐらいの感じでまだこう、はい、見てるんで、この天心浩二やって、はい、本当どういう風に。コージっていう選手はこう認められるのか受け入れられるのかちょっとわかんないですけど。確かに。この間のなんだっけ、その哺乳瓶、はいはい、とかもなんか申し訳ないんだけど、なんかちょっとわかりづらい。いやまあ一応赤ちゃんみたいな。そう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 。もう哺乳瓶だから。でちゃんとサイン入りだっていうのも写真を、まあ、僕も撮ったんですけど。でもね本当にねコージ選手はそういうのはねちゃんと自分でネタ仕込んで、うん、やるんだ。本当に偉いなと。うん、そういう意味では確かに偉い。うん、確かに。何も考えない人多いからね。プロ意識はすごく高いと思うんです。盛り上げなきゃっていう気持ちがすごく、うんうんうん、確かにそれは思った、うん、もうちょっとあのもうちょっとかな多分。いや多分ねそれはネタよりどうこうじゃなくて、でもコージっていう選手はまだ分かってないんで。分かってないからですね。分かったと思うから、うん、そうでしょうね。そうだからコージっていう選手のキャラクターが受け入れられれば多分、はい、そういう意味では何やってもやっぱこっかっこいいなとか。確かに多分なんだと思います。まあそうですね、それはそうだと思う。うんそっか、なるほど。でねさっきもちらっと出てたけどヘビー級の試合が今回あはいはいねちょっと楽しみですね。元高野富士ね。はい、元高野富士、強し選手、はい、須田龍強し選手、須田龍さん、うん、ね120キロ、110キロぐらいじゃないですか。あそうなんだ、うん、あのウェザイル氏が来てプロレスが来ないって言ってましたけど、なんかやってましたね。いいんじゃないですか。いやちょっと楽しみだな。あのちょっと話はずれんですけど、はい、あの僕この間前田明対アンドレ・ザ・ジャイアントのいわゆる、はい、あの歴史に残る不穏試合の映像をちょっと見る機会があって、はい、でその試合を見てたんですよ、はい、そしたらですね、あの明兄さんが上にマウン、はい、ハーフマウントを取るんです、はいうん、そしたらアンドレス・ジャイアントがそのハーフマウントしたアキラニさんがぐるんとスイープするんだ。そう、アンドレス・ジャイアントのスイープが見れたんですよ。で、あの体でぐるんって回るじゃないですか、うん、多分ライジンのリングでやったらドッカンですよ。それは僕全然記憶ない。記憶ないです、僕も全くないんですけど、うわ、アンドレス・スイープしてるよと思って。だからそれはあのでかい人たちの特権というか、うんうん、もう、うん、多分それだけで湧くと思うんだよね。まあ寝技の転換になるのかね。それとも確かにそこまでいかないかもしれない。のね殴り合いなのか分かんないですけど、はい、まあ、楽しみですよね。うん、若いですからねまだね、スタリア選手は、うん、あのお相撲さんとライジンってあのバラさんはあんまりこうなんか相性が良くないみたいなこと言うじゃないですか、うんうん、どうなんですかね。相性は良くないっていうか、まあ、あの時、うん、まあ、オーストラリア選手があんな風になっちゃったんで、そうか、で、あの、多分会見の中でも、はい、ちょっと激しいというかね、はい、各界とはもう、でも切りますぐらいの感じのことを社長が言ったんですよ。こっちからもう願い下げたみたいな。で、あのニュアンス言ったんですけど、もうその下丸の乾かぬうちにですね。それは、まあ、我々のいいところでもあるんですけど。そうそうそう。てか、あのバラさんの言ってることは、あの話半分というか、その、なんつうんですかね、言ってることの真逆の気持ちを持ってるなっていう、あの業界を読んでほしい。そうそう、確かにそういう感じ。そうです、あのそこの業界をね読んでいただければ、そう、あれもある意味フラグですから、うん、あるある、まあ、8回と縁を切りますなんて絶対次相撲取り使いますから。そう、同じですから。フリ、完全なフリだよ。まあ、たまたまでもね、田原文字さんは、はい、こういろんな人のこう縁があって、はい、まあ、ご紹介いただいて話をして、はい、あの、まあ、本人も格闘技の真剣に取り組むってことで、はいはい、
まあ、若いしね、うん、まあ、特に若さですね、僕らはすごく惹かれたので、まあまあ、そうかそうか、で体重もね、もう50キロぐらい減量してやりますってことだったんで、じゃあね、あのこのタイミングで一回やってみましょうっていう、うん、いう話が進んでいったってことですね。なるほど。であとはですね、笹原さん、はい、まあレーナ選手、今回、うん、はい、久しぶりに、まあっていうかね、あの大晦日以来に、うん、まあコロナ禍だから当然、うん、初めてですけど、今年これね、実はですね、今回の9人7のマッチメイクの中で一番勝負ランになるのが実はレーナ対トーマス選手、なんでかっていうと、はい、あのまあ、レーナ選手ってある意味、2015年にライジンデビューして、うん、いきなり勝って、まあ、飛び級したわけですよ、はい、一気にライジン女子 MMA の顔になって、うん、まあ、象徴的な存在になって、うん、まあ、カンナ選手には負けましたけれども、うん、あのまあ、女子格といえば女子格といえばレーナみたいな感じで、うん、要は本来であればこう下から上がっていくときに、うん、トイマスさんとか前澤さんとかサラミさんとか、なるほど、うん、そういうジュエルスと同じ階級でやってる選手と戦って勝ち上がってこうっていうところを飛び越えてやったんで、そういう意味ではレナ選手からすると富山さんってやる意味ないんですよ、あんまり。なるほど。美味しい美味しくないの話で言えば、うん、まあ、意味ないですよ、そうですね、っていうだったにもかかわらず、うん、今回これを受けてる、うん、っていうのはすごいリスク。そうですね。で本当にだからその女子の今の49、50キロ51キロあたりのところの、ジュエルスの中で、まあ、そこら辺である意味こうドームの背比べじゃないですけど、みんな拮抗してるんですよ、勝ったり負けたりこうやってるところの一人の選手が富松選手なんで、そこに本当にどういう勝ち方をするのか、本当にもしかしたらやられちゃうのかっていうところで言うと、はい、負けた時のリスクむちゃくちゃでかいです、ね、やっぱ結局レーナってそこら辺のジュエルスのいわゆるベルトに絡んでる選手よりも下じゃんみたいな感じで見られちゃうんで、はいはい、なるほど、すごくそういう意味では勝負なんかあるっていう。なるほど、それはちょっと楽しみだな。楽しみですね。いや、視聴率本当に女王、まあね、ライジンとしては 12% でしたっけ、うん、数字もそうですし ね過去に残してて、うん、で、まあ、今回ね、くしくも半沢直樹最終回と、まあ、ライジンがぶっ潰します、ぶっ潰しますよ、ね、半沢こと倍返しで、うん、倍返しでぶっ潰します。でもなんか見てる場合じゃないですよ。でバーザーはあの話聞いた時にそのスーツプロレスって言われてるって言ってましたけどね、はい、スーツ歌舞伎とかね言ったら、あ、そうか、スーツ歌舞伎か、うん、ドラマとしてはね面白いすごいですよね、なんかどうしても次見たくなっちゃう作りだもんね、うん、うますぎるよあれは、うん、でちょっとどこまでライジンがこうそれにこうあの爪痕を残すかっていう、そうですね、まあ、うん、本当に国民的ドラマなっちゃいましたからね、 20%、うん、25% じゃないですか多分その日も、ね、うん、愛人が、まあ、バラさん 5% って言ってましたけど、うん、どういうところでこう なんか、まあね、天津工事にね本当に頑張ってるしかないですけど、うん、まあ、まあまあね、録画してみてください皆さん。まあ確かにリアルタイムで選ぶの大丈夫ですよ。そんな、そうですね、そう、格闘技はもうライブで見るべき、うん、ですね、それはもう、うん、スカパワなのか、はい、ライジンライブなのか、はい、フジテレビなのか、確かに絶対見た方がいいですよ、うん、いやでも僕運あるなと思った。だってそんな国民的番組の裏側でこう勝負できるわけじゃないですか。運ありますかね。いや、まあ、最初はだからその927って放送日が決まった時に、はい、半沢直樹は9月20日で終わるって言ってたんです。でただその時にもしかしたらなんか途中になんか特番みたいなのが挟まって927説もあったんですよ、はいはいはい、で最初の会見の時にはこれ半沢直樹の最終回これはいいなっていう話をしてたんですよね、うんうん、そしたらね、ドンピシャだもん、ドンピシャ、どうですかこれ。でもこれでまた何あのね、あのなんだっけ、さっき言った、天心対堀口戦の時みたいに台風とかまた来た日には大変なことになりますよね。そうなるとね、NHK が勝っちゃったからね。そうそうそう、いろんなこう外的な要因も、そうそうそう、自然にはやっぱ誰にも逆らえない、ね、うん、なるほど、強敵ですね。そうですね、うん、緊張しちゃうんですけどどうしたらいいでしょうかって質問された時に堀口君が、はいはい、
や試合も普通の日常と思えばいいんですよとって言うんですけど、普通の人そんな無理じゃないよ。でも堀口君は多分そういうことできるんですよ。だから多分その試合もこう常にこう常に日常であり、常にこうしあの常在戦場じゃないですけど、はいはいはい、常に試合であり、多分常に日常、なるほど、こうメンタリティをこう持てる人なので、あすごいな。いや本当あの人はねとんでもない人だと思いますね。はい、ショウ・オオタニの熱湯チューブを最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価ボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それとですね LINE アット、始まってます。概要欄よりリンク先をご確認ください。さらに、オンラインサロンも始めています。熱湯塾、格闘芸術を33倍楽しむ方法。いやこれねオンラインでやるので、要はネットだから熱湯っていう風にしたんですけど、共通言語を皆さんで共有し合えればと思っています。よろしく。